ようやくはっきり見えてきた。すっげー、やっくしまーん。世界の豪邸訪問だな。お帰りなさいませ、お嬢様。そちらは御学友の皆様ですね。ようこそいらっしゃいました。どうぞこちらへ。御学友ってメイドって実在してんだな。やっぱり先輩すごい人なんだ。改めて実感。お久しぶりです。南の島だけに海賊ルック、そんなわけがあるか。短い休暇だが、まあ存分にくつろいでくれ。よし、楽しませてもらうっすよ。隣はすぐそこだし、まずは海だな。やっべえ、テンション上がってきた。早速ビーチに突撃。もう海？てか行くのはいいけど、そんなすぐ支度なんて無理だよ。なら俺たち先行ってるぜ。つか1秒も無駄にできねえからな。この B さんに足の指の付け根が食い込む感じ。ようやく夏実感だぜ。沖に目印になるようなものはないなら泳ごうかと思ってたが。あー、出ました。遊びに海来たのに黙々と泳ぐタイプ。悪いか。お前こそ何して過ごすか。そりゃ夏で海と言ったらお楽しみは決まりっしょ。選手、想像より結構強気のデザインでさ。やっぱ部活で絞れてるって自信が大胆さにつながってるんでしょうか。ほらそれ、空いてるとこを勝手に使っていいのかな。おっと、続いては風花選手ですな。めっちゃ気痩せする。えんだよ、そんな恥ずかしがんなくてもいいじゃんよ。ムフフ、変態かっつ。そんでトリを務めますのは、どうした。わー、霧城先輩綺麗。すっごい白くて綺麗。日焼け止めもう塗りました。
前ってどのタイプが一押しよ。なるほどね、そういう方向が来てるわけね。いいなあこういうの、ほんと来てよかったよな。よっしゃ、じゃあそろそろ水に浸かるとしますか。行くぜ。ご無沙汰していました。お元気そうで何よりです。彼らは寮にいる者たちか。すみません、ご休暇を大人数で騒がせてしまって。彼らに明かり、なぜ今まで隠していた。別に隠したわけでは。言ってあるはずだ。もともとお前が負うべき罪ではない。ですが調和する二つは完全なる一つに勝る。南条と別れた折より我ら霧城に伝わる言葉だ。ミツル、人を信じてみろ。どれだけ己を殺しても所詮は個の力。この世には一人ではなせないことがある。はい。宗家のデータベースに入り込んだのはお前だな。それもしかり、旅行などにかこつけず、なぜ初めから直に私に問わない。申し訳ありません。彼らを全員ここに集めろ。もとより隠す意図などない。すべてを伝えるため準備をしてある。連れてきた中に竹葉という少女がいるだろう。彼女が力に目覚めるとは。もはやお父様。ミツルから大体は聞いているな。さよ、すべては大人の我々の罪だ。私の命一つで贖えるのならとうにそうしていたところだが、今や君らを頼るほかはない。父光悦が怪物の力を利用してまで作り出そうとしたもの、それ時を操る神器だ。時を操る。言葉の通りさ、時の流れを操作し、障害も例外も全て起こる前に覗ける。未来を意のままにする道具と言ってもいい。すげえ、野望のサイズがでかい。だが研究は父の指示によっておかしな方向へ進んでいった。
晩年の父は何かとても深い虚無感を胸の奥に持っていたようだ。今にして思えば父の乱心はそれを打ち破るために始まったのかもしれん。君らが全てを知りたいと望むのは当然のことだ。私にも伝える義務がある。これは現場にいた科学者によって残された事故の様子を伝える唯一の映像だ。この記録が心ある人の目に触れることを願います。この声、後藤氏は忌まわしい思想に見入られ変わってしまった。この実験は行われるべきじゃなかった。もう未曾有の被害が残るのは避けられないだろう。でもこうしなければ世界の全てが破滅したかもしれない。世界の破滅。この記録を見ている者よ、集めたシャドウは大半が爆発とともに近隣へ飛び散った。悪夢を終わらせるにはそれらを全て消し去るしかない。全て僕の責任だ。全てを知っていたのに成功に目がくらみ、結局は後藤氏に従う道を選んでしまった。全て。竹場栄一郎、当時の主任研究員だ。実に有能な人物だった。その彼を見出して利用し、こんな事件にまで追いやってしまったのは我々グループだ。栄一郎は霧城に取り殺されたも同然だ。まさか。つまり私のお父さんがやったってこと。影時間もタルタロスもたくさんの人が犠牲になったのもみんな父さんのせいってこと。おい。じゃあいろいろ隠してたのって本当はこれが理由？私に気遣って隠してたってこと、そういうことなの？竹葉、それは違う。私はかわいそうとかやめて。彼女を追ってくれ。すまない。ずっと信じてたのに。こんなのきついよ。覚えてる？前に病院で言ったこと。私のお父さん子供の頃に死んだって。さっきの話で分かったでしょ。あの事故が原因なんだ。普通の人は真相なんて知らないから、当時は根も葉もない噂が立ってさ。父さん主任だったから世間から目の敵にされてね。いろんな場所を転々と引っ越したの。私ずっと信じてた。父さんは悪くないはずだって。小さい頃から大好きだったし、絶対悪いことするような人じゃないって。実は春頃ね、手紙が届いたの。
10年前の父さんから家族へって。笑っちゃった。ほとんど私のことしか書いてないんだもん。だから信じようって思ってたのに。だから自分に力があるって分かった時は偶然じゃないって思った。怖かったけど、霧城グループのそばにいれば父さんのこと何か分かるかもって。だからペルソナ使いになって戦いも続けてきた。でもさ、なんていうか、そんなの無駄だったんだよね。気休めだよそれ。現実ってきついよね。怖いの我慢して戦ってるのにどうにもなんないよね、これじゃ。それに私、もしかしたら嫉妬してたのかも。あんなことがあったのに、なんで霧城先輩にはまだお父さんがちゃんといるのかって。みっともないね、私。すごいよね、君。いつもそうだよね。一人だけ冷静で余裕あって、そうやって私のこと慰めて支えてくれるってわけ。分かったような顔しないでよ。あなた私のこと何も。ごめん、私余裕なくてわけわかんない。なんか怖くて全然わかんない。教えてよ、私これからどうしたらいいのかな。信じ続けろってこと。すごいよね、君。ごめんね、私のことばっかり。あなたも両親亡くしてるのにね。辛いのには慣れてるから、私は大丈夫。でも、あなたと話せてよかった。連れてこいって先輩に言われたんでしょ。かっこいいじゃん。でも、ありがとう。まったく、遅いよお前ら。みんな心配してるぜ。もうすぐ影時間だし、戻ってこいってさ。あ、そっか。あ、あれ、なんかお前ら。そっか、影時間って場所関係ないんだよね。タグ、当たり前だろ。俺っち全然気づいてたぜ。私さ、最近思ったんだ。ペルソナ使いは力に目覚めると影時間の体験を忘れなくなる。それって力と引き換えに目を背けられなくなるってことなのかも。忘れたい現実からさ。やるしかないんだよね。だな。よっしゃ！じゃあ戻るか！